レディオ 2.4 キロゲゲゲ、YouTube 版お聞きの皆さんこんにちは。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーです。いやですね、 2.4 キロ来週じゃねえ、これは月曜日にアップだから、その月曜日の週ですよね。だから今週末もしかするとね、生放送があるんじゃねえかなと、初の。だから YouTube をお聞きの皆さんね、本当その時はですね、多分その時、YouTube これが放送乗っかる時にはもうちょっと具体性を帯びてる話だと思うので、その時にはぜひですね、メールでもですね、ファックスでもいいです。なんだったら、届かないけど、誰にも届かないけど、ファックスを送ったよっていうメールくれてもいいです。それは本当にそうするとなんか盛り上がるんで、ぜひお願いいたします。フランスにお住みのあなた、プルースト研究してるそこのあなた、ぜひぜひお願いします。そういえばね、この間さ、 FIFA 11つの買ったんですよ。日曜日に届いたわけ、 Amazon で。なんだポヨンつ、なんだこれ、あ、なんだ作戦会議かよ、なんだよ本当に、びっくりしてたよ、もうほんと。すいませんね。いや、これですね、FIFA 11っていう、まあ、Xbox のゲーム買ったわけですよ。で、僕、その FIFA 10っていうのは、Xbox 版ではですね、一応、そのネット対戦ランキングが、400位ぐらいだったんですよ。日本全国でね。日本人の中で400番目に Xbox やってる人の中ではうまかったわけ。で、まあ、Xbox 全部持ってる人は、Xbox 版持ってる人は500人ぐらいしかいないから、500人中の400位ぐらいだったんだけど、まあ結構レベルとしては高い。で、Amazon で頼んだわけね。そしたらさ、金曜日に頼んだのかな、小遣いもらって。いや、まだニートですからね。いや、なんで謝んなきゃいけないんだ俺が。ニートだっていいでしょ、そこのあんたに関係ねえって話だよ。でね、で金曜日に頼んで、そしたらさ、夜頼めばさ、すぐ着くかなって思って、俺土曜日ぐらいに着いたらどうしようと思ってたわけ。土曜日届かないの、もう。そしたら、なんつうの、あれ見れるじゃん、追跡、今どこら辺にいますっていうの見れるわけ、アマゾン。それ全部見てさ、そしたらアマゾンって埼玉と千葉かな、千葉か、まあ、埼玉その辺ですよね、ちょっと識字率が低いところにと、その大阪っていうね、品がないところに2つ配送工場みたいなのあるらしいんだけど、神奈川ですから僕住んでんの、ちょっと配送なところだからね、やっぱり。で、その、まあ、リッチボーイですよ。エビゾーみたいな感じ、わかりやすく言うと。これ殴られたし。でね。で、埼玉からやっぱ出してほしいわけ。その物を。FIFA 11を。すぐ届くんだから。なんだったら配送工場に着きましたって言ったら、俺、千葉まで取りに行ってもいいんだから、本当に。頼んどいて、すいません、僕頼んだやつそれなんですけどって取りに行ってもいいぐらい、本当に。千葉だったら。だから、これふざけた話でさ、大阪から出発しましたって言うわけよ。でね、読んだ瞬間に、おい、ちょっと待てよって思ってさ、俺、神奈川だぜって言いたかったのと、メールしたかったぐらい。そしたらもう、機械だからやっぱそういうの受け付けてくんないのよね、俺の感情は。当然。もう、理知的にさ、大阪会場から出発いたしましたってさ、おーい、明日届くようにしてほしいんだけどな、こっちって思って。土日の土曜日、機嫌悪くて俺、ずっと、着くのかな、今日かな、と思って。母親帰ってきてもさ、お帰りも何にも言わないのね、ほんと。帰ってきた瞬間、チッて舌打ちしちゃってさ、もうチャイムそれかと思ったからさ、ほんとに。で、次の日届いたらさ、眠れないのよ。届く前ね。俺ね、最近朝方寝るんだけども、朝の8、いや8時じゃねえな、4時ぐらいに寝て、8時ぐらいに起きちゃったのよ、もうすっかり。頭の中も FIFA 11なんだよね、もう。しかも誰かがノックした音で起きちゃったからさ、届いたと思ったら全然違った音でさ、で夕方ぐらい届いたら、そっから寝ないで、朝の8時に起きた男が、朝の4時までぶっ続けてやってやったね、本当にもう。その間、モバゲーでラーメン作りながらずーっとやってさ、どんだけゲーム好きなんだよと思って。で、そしたらね、今日バグが多いんですよ、Xbox 版っていうか、FIFA 11っていうのは、最近のゲームっていうのは本当にバグが多くて困っちゃうわけ、本当に。マリオだったらバグなんかなかったじゃないですか。ふーってやれば解決したわけ。で、ほら、
あんまりやりすぎるとさ、ソフトなんかカチャ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 いっちゃってさ、なんかあもうこのソフトダメだったか分かったじゃない。違うの Xbox はもう何の傷もついてないのに入れてもさ、こうね、例えば選手がゴール取ったら喜ぶわけ。最近のゲームはマリオみたいな喜び方と違いますよ。旗登ってピヨンなんてジャンプするのともう違うんだから、全然ね、わーって喜ぶとさ10分ぐらい喜んだままなんだよ本当に。でお前いつまで喜んでんだと思うわけ。そしたらバグってんですよそれさ。でそんで試合終わった後にもう4対0で勝ったわけ。俺が使ってるアーセナルってチームがリバプールにボロ勝ちしてやったわけ。そしたらもうやったーって俺喜んでたらさ、試合会場からそのまま画面止まったまんまなんです。わかりますか皆さん、この悲しさ。4対0で勝った後のこのお前の勝ちなしって言われたこの悔しさ、あんまりに悔しいからもうリベンジだと思ってもう電源つけ直すしかないからさ、電源つけ直してもう一回やったらさ2対0で負けてんの次。もう悔しくて、でまたもうその負けは俺のとって負けじゃないわけ、さっきの4対0だから。で次やって2対0で勝って、そしたら納得いったっていうね。これ Xbox バグってつけてください、 YouTube のタグ。多分再生回数5億回はいくから絶対。これ本当に俺もわかるって絶対言う人たくさんいる、これ本当に。まあ、んな感じですね。まあ、こんな感じで YouTuber Radio2.9 でした。